称オメガ1機の AH-1S 通称コブラ4機が編隊を組んで会場に侵入しています。まずは侵入してきたヘリコプター5機は三角形の体型デルタ体型で会場を一周いたします。大きな拍手でお出迎えください。さあ、このハヤテジュニアですが、各機体の正面に番号があるのがご覧いただけるでしょうか。あの番号が各機体の番号になります。私これから各機体を番号で呼びますので、皆様も私と一緒に一番基地面にこすりやがったなど一喜一憂していただけると幸いです。ご覧ください、20ミリガンもきちんとついております。広がった2機と3機は会場を大きく回り、互いにスピードを合わせてほぼ同じタイミングで中央に集まります。先ほどのストライカーの放水のせいで機体が滑らないかが心配なところですが、なんとかクリアしました。さあ、一つ目の演技が終わって各パイロット気持ちが乗ってきていることでしょう。再びデルタ体型になった後、会場を右方向に旋回します。地面にある誘導灯に邪魔され、なかなか綺麗に揃いませんでした。今日は本番という緊張感の中のフライトになりますが、どうでしょうか。さて、先ほど機体の話がありましたので、次はこのハヤテジュニアのパイロットの話に触れたいと思います。後ほどきっちり紹介させていただきますが、彼らは普段整備や通信業務を行っているバリバリの二等陸曹なんです。二等陸曹といえば、普段鬼軍曹とよく呼ばれるような若手隊員が縮み上がる階級であります。普段の鬼軍曹がこの可愛らしいハヤテジュニアに乗っているというギャップ、いや勇姿を見て、後輩隊員たちも来年は自分がハヤテジュニアパイロットにと思っていることでしょう。さあ、見事演技を終えたハヤテジュニアに皆様大きな拍手をお願いします。会場前で互いに交差するヘリコプターの姿はあっと息を呑むものがあります。綺麗に交差することができました。拍手をお願いします。路面はかなり濡れております。さて、いよいよ演技も大詰めを迎えてまいりました。パイロットの緊張だけでなく、私の緊張もピークを迎えております。ハヤテジュニアは横1列から縦1列に体型を変換していきます。体型を変えた5機はハヤテスラロームで会場奥から観覧台に向かって進んでまいります。さあ、ご覧ください、これがハヤテスラロームです。この技は機体を傾けすぎると即転倒という恐怖と戦いながら決死の覚悟で行う非常に難易度の高い技です。ちょっと写真を撮り損ねた方が結構おられるみたいですね。でもご安心ください、今日は記念すべき日ですので、ハヤテジュニアにはもう一周行ってもらいます。今度は確実に彼らの勇姿をカメラに収めてください。さあ、ハヤテスラロームから極めつけは、ハヤテジュニアの持てる最高速で会場を8の字で縦横無尽に走行するハヤテインフィニティです。さあ、私演技の名前を叫ぶのが若干恥ずかしくなってきておりますが、さっきそんなことはお構いなしに会場を気持ちよさそうに進んでおります。2番機のブレードの状態が心配です。でもそろそろ皆様もお気づきでしょう。このハヤテジュニア、ファンの皆様よくご存知のブルーインパルスジュニアと違ってベニヤ板とウレタンで作られております。パイロットがスピードを上げれば上げるほど機体は悲鳴を上げることでしょう。制作期間は約2ヶ月、業務の合間に有志で作成しました。会場にお越しのお子様をお持ちのお父さん、ぜひ夏休み冬休みの自由工作で作ってみてはいかがでしょうか。あ、でも公道を走るのだけはおやめください。